地上部が北方記念館になっている地図稚内市会期100年記念塔北方記念館は、北海道稚内市にある、展望塔及び展示施設。稚内公園内にあり、地上部は2階建ての記念館、その上に、稚内市や、周辺の海、島を望むことが可能な展望塔がそびえ立っている。建物は記念館と棟が組み合わさってできており、 東頂部の展望台まで小さなテレビ画面付きのエレベーターが設置されている。所在地は北海道稚内市、山ム稚内。記念館等が建設されたのは1978年である。これは1879年に現在の宗谷地方へ宗谷村が設置され、役所などが正式に置かれた同年を稚内市の会期としてから100周年を記念し、 建てられたもの。稚内は、その後1949年に姿勢が敷かれ、北海道内で14番目の市となる。1978年7月1日に、稚内市は、会期100年、姿勢の施行より30周年を迎え、稚内公園にある丘陵に記念館、等が建設されることとなった。記念館が位置する場所は、海抜170メートルの丘であり、塔は、 地上80メートルの高さの鉄筋コンクリート作りで、外反の色は塗装ではなく対抗成功のサビによるもの。地上1階部と2階部に北方記念館が置かれており、内部は主に稚内市や北海道北部に関連した資料が展示されているほか、カラフトに関連した資料もある。また、各コーナーに分かれた内部はテーマ別で構成されており、 日本とロシアの友好を打ち出したものや自然、動物などを題材にしたコーナーが特徴である。頭頂部の展望室は地上70メートルの高さに位置しており、四方をガラスで囲まれている。天気の良好な日には、稚内市の周囲に広がる海が見えるほか、周辺のリシリ島、レブン島及び北に位置するカラフトも見ることが可能である。また、南側は、 サロ別原野や宗谷海峡も位置しており、展望室内は有料の双眼鏡も設置されている。記念館を呼び、展望塔が開館となるのは、通例4月下旬からであり、10月末には閉館となる。営業時間は午前9時から午後5時、入場料は400円である。同じ輪っか内公園内には、氷雪の門や九人の乙女の像が位置する。ありがとうございます。